カナダ町は、福岡県の中央部に位置し、田川郡に属していた町で、2006年3月6日、北条町、赤池町と合併し、副町となり、自治体としてのカナダ町は消滅した。町役場は現在、副町役場本町となっている。以下合併前日までの情勢を示す。2004年11月15日に、合併の是非を問う、町長選挙が実施され、 合併推進派の吉田物宇町長が落選し、合併新町派の大島道人が当選した。大島は赤池町、北条町との合併を白紙に戻す方針を表明した。しかし11月26日、町長選で落選した吉田町長が任期が切れる直前に臨時議会を召集し、赤池、北条両町との合併関連案を提案し一票差で、 可決したため、山町は12月1日、福岡県知事に対して合併を申請した。合併議案を撤回したいと発言している大島は12月4日に町長に就任したが、官報告示も行われ、2006年3月6日に、カナダ町は、北条町、赤井町と合併し、副地町となった。かつては町内に炭鉱が多数あり、石炭産業が、 町の経済を支えていたが、エネルギー革命などの影響で現在ではすべて閉山している。現在では農業のほか、炭鉱跡地に工業団地を誘致して、経済基盤の維持を図っている。町内に高速道路及び一般国道は通っていない。県道一般県道をありがとうございます。